この時間は日本対オマーン、こちらをご覧いただきます。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。日本国国歌お聴きいただきます。日本がこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、まあ、特徴としては、まあ、トップが最後に開いたウィング的な役割をすることですよね、はい、外に大きく開くことで中央の相手ディフェンダーを引き出して中央にバイタルを作れる強みがありますよね、まあ、このシステムはボランチが特に重要で一つ前のトップ下とうまくトライアングルを作れるかがポイントになってきますよね。なるほど、ボランチの役割がポイントなんですね。そうですね、ただケアしなければいけない点もあって、全体的に選手間の距離ですよね。これを開けすぎないことが重要になってくるんですよね。特に気をつけなければいけないのはボランチの位置ですよね、ここを開けすぎてしまうと素早い展開ができなくなりますからね、はい、さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。日本対オマーン、エキシビションマッチが始まりました。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね、 そうですね、自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、では立ち上がり見てまいります。サイドを使います。仕掛けるタイミングを図る。さあ左へ預けて大迫、大迫ピンポイントで合わせてきます。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、離れませんね。大迫がこの試合初めてのシュートを放ちました。大迫に渡る、プレスからボールがこぼれる。ボールを下げてリズムを作るか。アーテを使います。柴崎、長友へスルーパスを出す。撫でるようなボールタッチ、中に合わせてくるか。大迫に渡る、どうする、シュート、触る、拾いたい、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。遠藤から室谷、サイドへ、ナイスセーブ。いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ミドルシュートに行きました。遠藤、南野、長友、柴崎へ、さあ左サイドへパスをつなげます。大迫、さあどこに出してくる。南野から左サイド、室谷へ、ここで収まる、自分で行く、どうだ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ここで丁寧にコントロール、仕掛けるか、シュート、わずかに右へそれました。
いいプレッシャーです。堂安、日本は立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。いい形で攻撃を作ってるんじゃないかなと。シュート数もね、多分打ってると思うんですよね。南野からのパス、プロヤ、堂安、さあどうする、来た、ミドル、惜しい。中島、ここは対応します。裏を狙う。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としてはシュートも打ててますしね、試合も優位に進めてるんですけどもね、最後は決めきれないですよね。少しストレスがかかってくるかもしれませんね。遠藤、体を張ります。日本がここでファウルを取られます。南野、南野、堂安から大迫、ボール入るか、これはどうだ、来たぞ、足元大事に行きます。チャンスを演出できるか、激しいボールの奪い合い、ベースを狙う、プロヤ、このボールをカットします。もう一つ前に行きたい。ここは間合いを取る。ここで受けて、冷静に一旦戻ります。さあ左サイドへ、ここで丁寧にボールを扱う。さあどうする、さあ左へ預けて、一旦前を取る。日本はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。大きく縦へ、オマーンは先ほどから見ていて、北澤さん、サイドバックが内側に入ってくる動きをしていますよね。そうですね、こう中に動くことによって味方選手のパスコースを増やせますからね、うん、また前線の選手が奪われた時もすぐ後ろにサイドバックのフォローがいるので、はい、カウンターを受けにくいという利点もありますよね。そうですね。来た、シュート、体勢を崩してのシュートでした。堂安、
南野へ、室谷、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。チャレンジはしません。後ろに流す。南野から堂安、室谷、室谷丁寧に足元を使う。さあ中はいる、ミドル、まあ距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。今日は両チームともいつ点が入ってもおかしくないような試合展開が続いています。どちらもシュート打ってるんですけどね、決められないという感じですよね。ここで丁寧にコントロール、どうする、さあどこに、シュート、これ仕掛けるか、シュート、いやー、チャンスを演出できるか、一旦前を取る、ボールはクリア、スルーパス、中島から大迫、ホールのかこのパス、ここはキーパー処理しました。絶好の位置で受ける、シュート、素晴らしいシュートなんですがキーパーの土正面、いやちょっと綺麗に飛びすぎちゃいましたね。堂安、さあ繋がるか、室谷から南野、上がる、縦へのボール、南野この位置でボールを受けます、クロス、オマーン、ここクリアで難を逃れます、ミドル、うん、ここで笛か、素晴らしいシュートで前半を終えます。決まっていれば先制弾。さあ前半いかがでしたか。いや非常にこう打ち合いになった前半戦になりましたよね。ただ結果的にはまだどちらもゴールはできてないわけですから、後半はやはり決定力の差、これが勝敗を左右するでしょうね。日本対オマーン、0対0のまま後半に入ります。後半キックオフです。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。裏のスペースを狙う、スローインをカット、これは読んでいました。長いボールを振ります、長いボール縦へ、大迫から左へ、中島から堂安、
パスでつないで攻め込んでいきます。日本、長友、長友から中島、ファーサイドへのボール、ちょっと合いませんでした。大きく縦へ、大迫、南野、うまいですね。ボールが迫る、どうする、さあどうする、サイドを使います。ムロヤから堂安、中に入れる、ここ拾って次につなげたい。オマーン、縦へのボール、さあカウンターのチャンスになります。ふわっと裏を狙う、素晴らしいパス、果敢な飛び出しでしたね。いや、良かったですよね。このタイミングって時で収まりますよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。大きくサイドチェンジです。このパスがつながります。素早いパスで攻め上がっていきます。いけるか、さあどこに出してくる、さあ左サイドへ、ここで丁寧にボールを扱う、中人数揃っている、南野から縦へのボール、さあカウンタースピードを上げたいところ、さあ右へ預けて、堂安、オマーとしては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何でしょうか。相手の攻撃パターンをクロスに絞らせることで守備のコントロールをしてるんでしょうね、はい、中の人数を増やすことでクロスの対策をしてますよね、なるほど。守備も中央に固まるので、はい、スタミナ消耗を抑えられる、比較的守りやすい形といいますよね。お、大迫、ミドル、大迫、これは収まりませんでした。今日はチャレンジしてますよね。いや、この積極性は素晴らしいと思いますけどね。オマーン、これは奪い返します。柴崎、この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず。堂安、堂安、右サイドを上がっていきます。撫でるようなボールタッチ、チェックを受けながらのドリブル、クロスを上げる、ボールの奪い合い、激しいものがあります。なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。遠藤、富安へ、吉田、遠藤へ、富安へ、キーパーから前線へ、ここで前を向けるか、長いボール縦へ、さあカウンターを仕掛けます。南野、柴崎、柴崎からのフィードボール、吉田、このパス回し、
渡ります。長友、これはよく触りました。南野、南野から緩いフィードボール、カウンターを仕掛けます。ここかわす、打てますよ。シュート、こぼれた。オマーンメンバーチェンジです。組み立てながら攻め上がっていく、激しいボールの奪い合いです。日本ここでファールをもらいます。長いボールを送ります。大迫、打った、なんと止めた。これよく止めましたね。いやー、いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。これは間合いを取る。チャンスになる。シュート、決まった。先制、決勝点になろうかという先制弾。決まりましたね。先制ゴールが決まりました。1対0。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね、うん、試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、柴崎がここはファールを取られます。裏へ届くか、いいとこ入りますよ。もうこれいいでしょ。クロスを上げる、室谷、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。これはファールです。これはカード。こじ開けられない。堂安、堂安へ、室谷。日本が最終ラインまでボールを下げる。柴崎へ、南野、速いパス回し、堂安。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。おーっと抜けてきましたね。長友、ここはいいプレスで奪います。うーん、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。長友、長友左上がっていきます。大迫から中島、大迫から堂安。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。
柴崎、ここは足を出して踏ん張ります。富安、日本はこの残り時間を北澤さんどう戦えばいいんでしょうか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応していくのがいいと思いますけどもね。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。オマーンとしては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。意地を見せるか、足元大事に行きます。チャンスを演出できるか。日本としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。両チーム同じタイミングで動いてきます。ボールを受けてシュート、いやこれはわずかに左でした。日本落ち着いて時間を使います。少し時間を考えてのプレーですよね。富安、室谷へ、縦へのボール、鎌田へ、中島、手元の時計では残り時間あとわずか、もう時間がありません。ベースを狙う、鎌田、笛です。1対0、日本1点差を守りきり勝利しました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。日本としては戦前の予想通り順調な試合運びができましたよね。予想通りの展開だったと思いますよ。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。日本が1対0で勝ちを収めています。